ヘントの祭壇が初期フランドル派の代表的な画家、フーベルトファンエイクとヤンファンエイク兄弟が24枚の板の両面に描いた多翼祭壇が板へ、またはパネルへ、パネル側、1枚あるいは組み合わされた数枚の木製のパネルの上に描かれた絵画。キャンバスが普及する16世紀半ばまではフレスコ画に使用された壁や装飾写本のミニアチュールに使用された洋皮紙,紙に比べて、 絵画制作に最もよく使用された指示体だった。板に描かれた各国の伝統的絵画は多く存在し、現在でも板に描かれる絵画もあるが、板へという用語は西洋で描かれた絵画を意味することが一般的となっている。2世紀に描かれたファイウムで発見されたミイラ肖像画。板にエンカウスティークで描かれているが、経年変化で板に、 ひびが入っている板絵の歴史は非常に古く古代ギリシアやローマでも一流の芸術品とみなされていたが当時の板絵はほとんど現存していないギリシアのコリンティアから出土しアテネ国立考古学博物館が所蔵するペトッサパネルズは紀元前6世紀に描かれたもので現存する最古の板絵である他にも紀元前1世紀から西暦3世紀のエジプトの ミイラと共に埋葬されていたミイラ肖像画がある。エジプトの乾燥した気候に守られて古代ローマ時代に描かれたこれらの肖像画は約900枚ほどが現存している。ローマ帝国皇帝セプティミウス・セウエルスと息子たちを描いたセウエルスの円形画も現存している古い遺体として有名な作品である。ビサンティン美術や正教会の遺恨にもよく見られ聖火タリ修道院には 5世紀から6世紀に描かれた当時の最高水準のイコンの遺体が所蔵されている。エンカウスティークとテンペラが古代から使用されてきた絵画技法だったが、エンカウスティークは初期ビザンティン美術のイコンを最後にほとんど使用されなくなっていった。遺体は12世紀後半に広まった新しい天霊習慣のために北ヨーロッパで再び盛んになった。 ミサを執行する司祭と参加する信徒が共に祭壇の同じ側に位置するようになったため祭壇の背後には宗教的装飾が不要となった代わりに祭壇そのものを装飾することが求められたのである当時作成された祭壇は背面、前面、キリスト卓形像で構成されており全てに宗教的モチーフが描かれていた 通常は、その教会に剣能されるのにふさわしい聖者と共に、キリストあるいは聖母マリアが描かれており、その教会が存在する町や教会区が描かれていた。そして、祭壇の剣能者とその家族が祭壇に描かれることもあり、脇にひさまずいている姿勢で描かれることが多かった。多くいたに、油彩で描かれた、アルノルフィーニ夫妻像、ヤンファンエイク13世紀。 14世紀のイタリアでは、遺体が前世紀を迎えており、特に祭壇画など、宗教的な題材を扱ったものは、ほとんどが、遺体に描かれていた。しかしこの当時に描かれた遺体の99.9%は、現存していないと考えられている。初期フランドル派の作品も大部分が遺体で、油彩で描かれた、ヤンファンエークの最初期の肖像画など、 非宗教的な題材を扱った作品も多かった。キャンバスに、油彩で描かれた絵画で現存している最初期の作品は、現在ベルリンの絵画館が所蔵するフランス人画家の聖母と天使で、この作品は、油彩で描かれた絵画としても最も古い作品の一つとなっている。15世紀までには、ヨーロッパが豊かになったこと、人文主義の登場。 芸術に対するパトロンの役割の変化などが、遺体に新しい方向性を与えることとなる。ルネサンス期に見られる宗教を題材としない絵画の発展が装飾されたチェストや絵が描かれたベッドなどの家具にも遺体が描かれるようになったのである。現在ではこれらの家具に描かれた遺体は分解され、遺体の部分だけが美術館の壁に飾られていることもある。 両翼を持つ三連祭壇画も翼ごとに切断されて、それぞれ異なった場所に所蔵されていることも多い。イタリアでは16世紀半ばにマンテーニャや当時最上級のキャンバスを作成することができたベネツィアの画家たちによって絵画の支持体は板からキャンバスへと引き継がれた。初期フランドル派の画家たちが活躍したネーデルラントでは依然として遺体が主流で、 キャンバスへの移行にはさらに一世紀の時間を必要としている。特に北ヨーロッパではキャンバスが安価でより持ち運びに便利になるまではキャンバスが主流になることはなかった。若年期のルーベンスなど多くの画家たちは安定した強固な支持体であるとして板を好んで使用した。多くの非常に重要な絵画が板絵として描かれ、中には一辺が4メートル以上もある。 大きな作品も存在した。ルーベンスが使用した板は複雑な構成のものが多く、ロンドンのナショナルギャラリー醸造のステーンの塔がある風景ヘッドステーンのように最大で17枚以上の板から構成されているものもある。60センチ四方程度のより小さな絵画には銅板が用いられることも多く、版画に使用された銅板が再利用されることもあった。 銅版は16世紀終わり頃から、ドイツ人画家、アダム・エルソハイマーはじめ、多くの画家が使用したが、レンブラントラ・オランダ・黄金世紀の画家たちは、小さな絵画にも板を使用することもあった。18世紀には、家具の飾り絵など以外で、板が使用されることはほとんどなくなったが、ロンドンのナショナルギャラリーには板に描かれた2枚のゴヤの作品が所蔵されている。板に、油彩で描かれた、 岩屈の聖母レオナルド・ダヴィンチが形が使用する板は自身が居住していた場所の樹木から切り出したものが多かった。デューラーはベネツヤ在住時はポプラを、ネーデルランド、南ドイツ在住時には多くを使用した。レオナルド・ダヴィンチはフランス在住時には多くを使用し、ハンス・バルドゥング、ハンス・ホールバインは南ドイツ、イングランド在住時には多くを使用している。中世では スプルースやシナノキの樹木の板がライン、川上流域やバーバリアで使用されている。ラインラント以外の地域では松のような比較的柔らかい樹木が主に使われていた。ノルウェーにあるゴシック機に製作された20枚の祭壇画は14枚がモみ、2枚が多く、4枚が松である。14世紀にデンマークで製作された大きな祭壇画の絵が描かれた翼部分と 肖像彫刻部分はどちらも多くが使用されている。シナノキは、デューラー、バルドゥング、アルブレヒト・アルトドルファー、ルーカス・クラナッハなどの画家がよく使用した。クラナッハはブナを使うこともあったが、他の画家でブナを使用している例はあまりない。北ヨーロッパでは、ポプラはほとんど見られず、クルミやクリが多く見られる。最北ヨーロッパや南ヨーロッパではスプルース、モミ、 松などの針葉樹が使用されていた。もみは、ライン、川中下流域、アウクスブルク、ニュルンベルク、ザクセンといった地域で使われ、松は主にチロルで使われている。このように様々な樹木が板への支持体とされたが、ネーデルラント、北ドイツ、ラインランドなどで作成された多くが、一般的にはよく使用された。フランスでも17世紀まで多くの板が主として使用されており、 クルミ、ポプラはほとんど使用されていない。多くは、北方絵画の画家たちが好んで使っていたが、必ずしもその土地で産出した多くが使われていたわけではない。17世紀では、中型商船を作るためには、約4000本の多くの成りきが必要であり、多くの輸入が行われていた。ケーニヒスベルクやグダニスクから輸入された多くが、15世紀から17世紀の、 フランドルやドイツの画家たちの作品に使用されている。17世紀終わりに、ドイツ人著述家、ビルヘルム・ブールスが、絵画技法について書いた著書の中で、多くが、遺体に最も適した素材であると記している。しかしながら、17世紀前半でもくるみ、梨、杉なども遺体に使用されていた。マホガニーも17世紀前半には、多くの画家たちに使われ、 19世紀のネーデルラントでも使用されている。北方絵画の画家たちの作品のほとんどすべては、キャンバスや銅板ではなく、多くの板に描かれている。3枚の板に描かれた、イコン、イタリ生産者、アンドレールブリオフ板への技法は、チェンニーのチェンニーにが1390年に表した、絵画術のショイルリブロデルアルテなどによって、現在まで伝わっている。 数世紀にわたって修正が加え続けられてはいたが、外して面倒で精密な工程が必要だった。木工細工手が場合によっては、複数枚の丈夫な板を組み合わせて、必要な大きさの板を構成する。通常摩擦めの板が好まれ、木材外側に近い白機質の部分は取り除かれた。イタリアではよく乾燥した、ポプラ、柳、西洋菩提樹がよく使われた。 板を平らにしてヤスリ掛けを行い、大きさや型の必要に応じて、複数の板をつなぎ合わせる。動物の皮から抽出したニカワと樹脂との混合物を板に塗り、リンネルを貼り付ける。この作業は熟練した職人かあるいは、画家自身が担当する作業だった。十分にニカワを乾かした後、絶層を重ね塗りする。重ね塗りするたびにヤスリ掛けを行い、 絵画製作に必要とされる、滑らかで硬い造下のような表面を得るまでに、時には15層の実装を重ね塗りすることもあった。この工程は16世紀以降は必須のものではなく、もっと暗い色調の地塗り材が使用されることもあった。板の下準備が完了すると、多くの場合も炭で、下絵が描かれた。彩色に古代で多く使用されたのはエンカウスティークで、 溶融した蜜蝋を絵の具として使用する絵画技法だった。この技法は10世紀末に転職材に鶏卵を用いたテンペラの発展とともに見られなくなる。テンペラは絵の具と鶏卵の調合液を使って細い筆で描く技法で細部の表現に優れていた。テンペラはエンカウスティークと同様にすぐに乾き失敗した場合に挽回することが難しかったため 筆遣いには最新の注意が必要とされた。しかしこの難しい技法がより細密な自然描写や新しいスタイルを生み出していくことになる。15世紀初めに油彩が発明された。油彩はテンペラよりもさらに扱いやすく、初期フランドル派の画家たちの作品に見られる、それまでにない緻密な絵画表現を可能にした。油彩では非常に複雑な幾層もの重ね塗りやぼかし表現が、 可能だったが、仮想が未乾燥で思い通り描けないという事態を避ける場合には、大抵二日以上かけて乾燥させる必要があった。板は、特にわずかでも湿気が残っていると、経年変化で沿ったり、ひびが入ったりすることがある。このため、19世紀には、板からキャンバスなどの近代の指示体に移植する技術が開発され、多くの板へが移植された。板は、 現在の美術視野にとってキャンバスよりも有用な素材である。ここ数百年で木材の情報を得る技術は非常に発展した。遺体に使用されている板を解析することにより多くの岩作が発見され、間違って考えられていた製作年度の修正につながった。専門家は遺体に使用されている樹木の種類を判別でき、このことが絵画が製作された場所を特定する一助と、 なる可能性もある。放射性炭素年代測定と年輪年代学によって板のほぼ正確な製作年や板に使用された材木がどの地域で産出されたものなのかを知ることができる。イタリアの板絵は自国の木の板に描かれることが多く、一部ダルマチア産の材木も使用されており、その種類はポプラがほとんどだが、クルミ、栗なども使用されている。 ネーデルラントでは15世紀初頭に材木が不足したため初期フランドル派の名作の多くがバルチック周辺やポーランド産の多くが使用されている多くはワルシャワ北部でカットされた後ビスワ川からバルチック海を経由してネーデルラントに輸入された南ドイツの画家たちは松を使用することが多く後には輸入されたマホガニーを用いてレンブラントやゴヤがいたいを描いた 年輪年大学によって樹木が伐採された正確な年を知ることができる。しかし実際には数年の誤差が生じることもある。そして小さな板絵で材木の中心部分から取られた板に描かれている場合にはカットされた外側部分にどれだけの年輪があったのかを知ることはできないのである。パネルペインティングスイニシアティブという数カ年計画のプロジェクトが ゲッティ文化財保存修復研究所、ゲッティ財団、J ポールゲッティ美術館の共同で開始された。このプロジェクトは、複雑な構成で描かれた板絵を修復することができる高い技術を持った絵画修復家や技術者が減少することによって、貴重な板絵のコレクションが今後数百年のうちに失われてしまうのではないかという近年広まりつつある器具に対応しようという試みである。 プロジェクトの詳細はゲッティのウェブサイトに記載されている。ありがとうございます。